ところでおめえ、さっき戦利品がどうとか言ってたよな。ああ、悪魔の実があったんだ。悪魔の実？あれは海の悪魔の化身だって聞いたことがある。食っちまったら悪魔の能力と引き換えに海に嫌われて金槌になっちまうんだったよ。そんなもん食うやつバカだよ。泳げなくなったら海底に眠る財宝も取りに行けねえじゃねえかよ。それにしてもあんなものが売れば1億ベリーになるだな。ふん。海賊見習いバギー、悪魔の実を壊せていただきます。いいね、若いってな。後先考えないで。なあ、どうしたバギー、体に何か変化あるか。いや別に。なんだ偽物か。だいたい悪魔の実なんて噂でしか知らねえからな。にえ、やったー、派手にうまくいった。昼間食ったのは俺が作った偽物だったのさ。こうもすんなりいくとはな。あとはバレねえうちに船を降りちまおう。悪魔の実を売った金と地図の財宝があれば今すぐにでも海賊団を結成できる。おいバギー、何ニヤニヤしてんだい。なんかてめえか脅かすな。なんて顔してんだい。盗み食いはほどほどにしとけよ。コックさんに怒られるぜ。危ねえ危ねえ。ああ、そういえばさっき船長が。てめえ、俺は。なんだあの髪切れ。ああ、俺の傷。ああ、おい、マリー。ケシバ、なんだ、体が動かねえ。金槌になるってのは本当だったのか。マジ。おいバギー、何やってんだ。泳ぎは得意だろ。バギー、助けてくれ。今助ける。バギー。